はい、どうも、たけのこ塾の大久保です。今回もですね、中学校社会の語呂合わせということで、まあ、歴史でね、学習する、毛沢東と蒋介石ね、この違いをね、覚える語呂合わせを見ていきたいと思います。で、まあ、毛沢東っていう人は、ですね、中国ね、中国の共産党をね、率いた人ですね。で、一方の蒋介石は、中国国民党っていうね、その政党というかグループをね、率いた人ですよ、とね。で、このね、共産党と国民党っていうのは、どちらがね、中国を支配するかっていうので、日中戦争ね、1937年に、日本と中国が戦争する日中戦争っていうのが起こるんですけど、その前にね、この共産党と国民党がね、中国の中で対立してた、ね、対立してたんですけれども、一応ね、中国と日本が戦争し始めたので、この抗日民族統一戦線っていうのね、この2つのグループね、共産党と国民党っていうのがね、この抗日民族統一戦線っていうのを結びますよってね、結んで、この字のごとくですね、とりあえずは一旦ね、手を結んでね、敵対してるけど、同じね、中国人同士だから一回手を結んで、そしてね、戦争してる日本と、ね、とりあえず戦おうと、手を結んでね、っていう風になったと。で、なったんだけど、第二次世界大戦が1945年に終わると、ね、日本ね、負けて、撤退するから、中国から撤退するので、ね、まだね、このね、中国をね、争って、この共産党と国民党がね、対立しますよ。で、対立して、じゃあその結果最終的にどうなったかというと、最終的にね、この毛沢東の中国共産党の方がね、この蒋介石の国民党の方を追い出します。ね、勝ったと。で、勝って、今のね、その中国大陸ね、中国大陸で、中華人民共和国っていうね、今の中国ですよね、を、1949年かなに建国しました。じゃあ、一方負けた方のこの蒋介石ね、の国民党はどうなったかというと、台湾の方に逃げましたよ、ね。で、もともとその、中華人民共和国の前っていうのは中華民国ですね。中華民国っていうのが、一応、中国をね、統治してて、で、一応そのリーダーが国民党の蒋介石っていうことだったので、ね、この、敗れた国民党の方は、その台湾の方にね、もともと中国だった、ね、中華民国、ね、これを、移しましたよ。これが今の台湾の元になってますね。で、なんでこのもう第二次世界大戦の後に、この共産党と国民党が戦って、ね、その結果、今のね、中華人民共和国の中国と、ね、で、もともとね、中国を支配してた、中華民国が台湾に、逃れて、ね、今、台湾と呼ばれてるけど、正式名称は中華民国ですね。この台湾党がね、分かれてて、今でもこうね、ちょっと対立してるよという感じですね。で、一応ね、この二つ、この、毛沢東が、共産党、蒋介石が国民党というね、覚える語呂合わせ、最後にちょっと見とくと、こちらになりますね。今日も故障、ね、今日も故障、もうそのままですね、車がね、ちょっとポンコツで、今日も故障してるって来てね、がっくりしてると。で、今日が共産党の今日、ね、もが毛沢東のも、ね、故障中の子が、中国国民党の子ですね。故障の章が、蒋介石の章と、ね、いう感じで、今日も故障というので覚えてもらうといいかなと思います。他にもね、こういう覚え方で覚えてるよっていうのありましたらね、下のコメント欄にコメントお願いします。他にもね、こういうのを作ってほしい、こういう動画を作ってほしいっていうね、リクエストありましたら、下のコメント欄にリクエストもお願いします。で、あとはね、たけのこ塾のツイッターと、インスタグラムですね、のフォローもお願いします。リンクは下の概要欄に貼っておきます。では、今回これで終わります。どうも。ありがとうございました。